はい、さあ始まりました萌えドラチャンネルということでね、まあこういった並びで、まああの立ち絵さんはまあまあね、結構話してきたよね。立ち絵さん話した、立浪さんか、立浪さんも谷繁さんも、まあいや、じゃあさ、高校野球のこの甲子園の思い出か、はい、セ・リーグの DH どうったところで言うと、ちょっとどっちがいいかな。まあ、高校野球も選抜ね、始まりますね。じゃあ前回やってないし、うん、じゃ あ、 まあの高校野球の甲子園の思い出といったところをね、うん、ちょっと2人で、これは我々のことでしょ。そうですね。今はこう、ちなみに甲子園2回出てるよね。2回出てる、春と夏。俺だから2年の春に出た時は1回勝って、2回目は松井さん大量にやられたの、ね、俺それね見てたんだよね。やっぱ 松井さん今は見てるんじゃないよ、 松井さんを見たくて。松井さんのスリーランでやられたんだけど、あれポール際でしょ。ポール際に山本っていうピッチャー、膝元のスライダーかなんか、右ピッチャー、そうね、すごいあれ見てた、ね、ちょっと泣いたじゃない。いや、あれね、雨っていうか、雨、暗かったイメージあるよね。ちょっとね、夕方ぐらいで暗くなってたんだけど、うんうん、そうそうそう、まあ、ものの見事だよね。あれ、インのスライダーかな。そうそうそう、俺もうそれがすごく覚えてて、まあ甲子園僕は行ってなかったから、それまではすごいずっと甲子園を見てたからね。で、金属バットでしょ、うんうん、で、消音バットになったんだけど、そうそうそう、消音バットでもやっぱさ、そこそこさ、課金じゃないけど、課金まではいかないけどさ、うん、いい音するよ。松井さんのベコっつったからね、守っててこれ本当に甲子園、あの甲子園でベコって、うん、普通甲子園ってさ、そうでしょ、響くじゃん。そうです、響くでしょ、うん、ベコっつって、わっつって見たら、うん、って、大体あのコースってさ、本来切れるじゃん。切れるよね、ね、泳いじゃうから切れるもんね。そうでしょ、それがさ、うん、全然切れないでさ、普通に入っていくんで、うん、で、そのまでの3打席って三振、ピッチャーゴロ、キャッチャーフライみたいな、もう完全に打ち取られてた、松井さんが。勝ってたの、ちなみに。負けてた。負けてて。同点かな、同点で。うん、0-0かな、うんうんうん、両チーム7回ぐらいまでノーヒットノーランの。あ、そうなんだ。そう。そんで、うんうん、松で、初ヒット打たれてなんかして、うん、で、松井さんにスリーラン打たれて、うんうん、で、もう G エンドだったんだけど、あの時に3打席、多分松井さんがあんなまでやられたことなかったんだろうね。あ、そんで、スリーラン打った時に、うんうん、あの一塁回って、うん、あの松井さんがこんななんか飛び跳ねてガッツポーズしてて、後にも先にもないんだよね。ないね、ああ、うん、ほんで俺ショートで、うん、セカンドベースのとこにガーって見ながら、そしたら松井さんが吠えながら来たから、完全にゴジラだったね、あれは。火は出てなかった、火は出てなかったけど、うん、もうそれぐらい吠えてたし、あの高校時代の方がもう少しゴジラ感はあったよ ね、 あったね、なんか雰囲気はね。そうそう、構えとかこうバッターをに威圧感っていうかさ、いや、甲子園で松井さんと対決、あれは印象残ってるし、うん、まあお互いね、向こうが開幕直後の試合で、うん、俺が2戦目で両方勝って試合だったんだけど、うん、開会式直後っていうか、開会式終わった後にこう引き上げて、うん、俺ミラクルでトイレに行ったの、うんうん、そしたらさ、でけえなこの人と思ったら、松井さんが隣でさ、うん、トイレに行って、この中で、おーっと思って、ゴジラだったね。そうだね、やっぱオールスターの時にあのでかいなって言って、あの一緒にね飲みに行ったのと一緒で、そうそう、だからそこからね、うん、ちょっとあれだね、あった縁があったね、縁があったんだな、うん、なかなかないよな。そう、だけどその後にプロ行って、うん、そのまず、あ、よろしくお願いしますとかって言って入って、うん、松井さん、僕あの時に、お、知ってるよ、いたんだよな、ショートでとか言って、おしっこしてる時にね。いや違う、いや違う違う違う、そうじゃなくて、試合した、試合はしたけど、俺がそこに出てたとかっていうのは、うん、絶対に知らないじゃん、こっちから見たら。松井さんだから知ってるでしょ、絶対知らんと思う。そうでしょ、だけど取ってつけたからのように、あ、知ってるよ、ショートに出てたよとかなんか言うんだけど、絶対に知らないだろ。まあ、だってさ、ショートっぽいもんな。そう、今もショートだから、その当時さ。そう。って言うんだけど、俺は絶対知らない、信用してなかった。だって、そら、あんだけ騒がれて、悪いけど、今のことだから気にはしとらんだろうっていう。そう。でも、全然この、全然、あの、違う話なんだけど、うん、松井さんの親戚が、堀越の、うん、教師にいたの。
マジで、マジで。え、それ似てるの、ま、マジで。あのね、松井さんの、松井さんっていうの見える、そう、松井さん、松井先生、松井先生で、もう肩身狭かったよね、その後で。またね、それがね、あの応援のチアの先生だったの、うん、男の先生が、女が、女が、 あ、女の先生。そう、松井さんのお父さんの妹なのか、松井さんのめちゃくちゃ近いじゃん。めちゃくちゃ近いのよ。じゃあ本当にあのここら耳たぶんも、それはなかったけど、うん、でね、松井さんっぽい雰囲気はあったの。でも今もね、学校の先生いるんだけど、うん、めちゃくちゃ怖かったね。まあ、やっぱ怖い、ね、そう、怖かったんですけど、なんか松井っていうだけでなんか負け やられたから、結構肩身狭かった。松井先生、松井先生勝ち誇っとだ、やっぱり勝ち誇ってた。松井先生はすごいじゃん、うちの松井。でも絶対松井先生は絶対堀越よりも星稜応援してたよね。じゃあね、そう、でも秀樹、ね、そうね、チアの先生だから、うん、一応踊らしとくぐらい、まあ、ね、そういうぐらいはあったけど、そう、どっち勝っても嬉しいわな。でもな、でも甲子園で、え、今な、最後夏、夏も雨で、なんかそう全部ね、これ、俺ね、かわいそうやったわ、あれ全部雨だよね。1戦目も雨、甲子園選抜の、うん、2戦目も雨で、うん、夏の大会の初戦だけ曇り。どことやったのそれ。第75回、西条農業広島、決勝がやったのが総督とか、総督は選抜出てたよね。そう、うんうん、やってたの、うん、ほんでその最初の時と試合だとパッと見たらさ、うん、もうすげえ乱打戦なの、うん、松田で、うんうん、あ、松田、広島、広島でね、市民 ね、広島市民ね、もうさ、両チーム合わせてさ8本ぐらいホームラン出てんの。すごい、ね、俺なんかすげえ、広島市民が狭いけど、 それはすごいね。こいつらすげえなと、うん、両チームでもう俺らもうビビりまくってたの、うん、意外と打てなくて完封しちゃうっていうさ。あ、ほんとでね、うん、あの時雨ばっかだったでしょ。雨だった。俺だって雨で2日間順延したもん。で俺ら初戦にやったの、うん、それでイップスになっちゃったもん俺。後で話すけど。そう、初戦でやってて、うん、でそっからさ、もう練習振り分けられちゃう2時間ぐらい、うんうん、そんでその時にずっと練習して帰ってる時に、あのバスの中でさ、甲子園の試合見てるわけじゃん。その時にたまたま久慈商業でしょ。そう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 、謙信の、そうそう、俺ね見てたのそれ。あ、7対0で徳島負けんだと思った。そうそう、合ってるでしょ。そう、7対0で、 でね、もう、ね、あ、もう5回、ちょうどね、練習終わった時ぐらいに5回終わって7対0ぐらい、もうすでにね、そうでしょ。あ、負けんだと思って、そのままコールだよ。そうでしょ、予選だったら、うんうん、負けんだと思ったら、うん、あれちょっと追いついてきたら、うん、あれ逆転しちゃったよって。8回ぐらいだよね、あれね。7回かな、8回の裏に一挙に、8回の裏ワンアウトまでランナーなしで7対0で負け取って、うんうん、そっから一気に同点になる。そうだよね。そうそう、で8対7で勝ったんだっけ。で次の回にもうこうなれば逆転じゃん、うん、それね、さっきの雨で順延が、うん、結構あったんだ、うん、俺は結構もう県大会優勝してもすぐ甲子園入りしたのよ、うん、でいろいろ練習期間が長くてさ、うん、でその間にさ、あの甲子園近くの旅館に泊まってたんだけど、まあ、夜練習あるんだ、スイング練習生っつってね、うん、公園でね。でまあ俺も行くじゃん、こうやって行ってしとったらさ、近くの子供たちがさ、うん、寄ってきてさ、お兄ちゃんたちと、俺ら甲子園出てると知らんねん、あ子供たちは、野球しようよ僕らとって言うから、何言ってんだよと思いながらも、まあ、じゃあスイングしとってもつまんないから、でまあ公園も結構ネットが高くてさ、で低級野球って低級のゴムボール、あーで打てるもんな、打ってみるよ兄ちゃんたちって言うから、だから全然当たらんのよ。ほんで打てんからさ、俺らもさ、お前ちょっと下は吹かしてやるかっつってさ、でこう低級俺らに投げとったらさ、全然ストライク入らんのよ最初な。でだんだんそれがすごいこうハマるようになってさ、伸びるボールが投げれるようになってさ、これお前知ってるか、こうライジング、なんだお前、こうドームくんが投げてたボールだぞとかね、ドームくん、あの何だドームくんってあったじゃん、うん、なんか、ね、あの2分の1で2分の1のでこういう知ってるかライジングボールだってなとか言って空振り取ってええやっとったら、次の日またこう甲子園のあの何とか球場ってあるじゃん、そういうの練習、なるわ浜、なるわ浜のなんかあの加古川とか加古川球場でさ、うん、ブルペン入っとったらさ、もうとんでもないところにボールが行くんだよ。俺さ、こんなん知らんじゃん、俺ただ甲子園に緊張してるんかなと思って、だんだん近づいてくるから日数が。でまた夜スイング練習行ったらさ、あのまた来るんだそいつらが、
ね、またやろうよっつって、よしやるかっつって、またイボール君の夜夕方夜だわ夜はいいなっつって、だけどってほら打てるか言っとって、ほんでまたこの加古川のなんかあの河川敷でまたこうブルペン入ったらもっとひどくなってさしたらさ、その時の監督がさ、お前肘かなんか悪いんだろうって言ってさ、俺も高校生やんその当時、どっこも悪くないんだけど、はいちょっと肘があって言ってさほんで病院連れて行かされてさ、マジか病院行くんかと思ってさ、病院行ったらさ、まああのまあ投げすぎですからね、多少来てますけどって、でも肘の状態はいいですよって言ってさ、それこそ今の投球制限もそれこれ以下で収まっとるじゃん、俺なんかこれ甲子園だから言っとってさ、ほんでさ、で試合が始まるわけよ、もう甲子園の実際、もうイップスなんよどうしようと思ってさ、もう腕が震えくてさ、川上140キロ高速球とかのもう125キロぐらいしか出ないほんさ、9時商業で少しこやられてさ、いやびっくりしたもん、そうだから、そういうことで打たれたよ、ほしたらさ、初戦高校生じゃん、一気に同点になるじゃん、それまでマックス131ぐらいだったのが、いきなり最後同点になって、自分のイップスのこと忘れとるからさ、多分140キロが出て、最後3者連続三振かなんかなって飛び跳ねとってた自分ほんで逆転までしてさ、ほんでまたオチがあってさ、勝ったじゃん甲子園で、そしたらさ、近くの子供たちがさ、俺らの試合見てたんだ、ほんで、あ、この兄ちゃん知ってるみたいな感じになってそしたらさ、夜に買った日にそこの父兄の方たちがジュースとかを差し入れ持ってきたんよ、うちの旅館に。そしたらうちの部長が、え、なんでですかっつってなって、いや、いつも夜遊んでいただいて夜呼ばれてさ、カラカリ夜遊んでて何やってたんだお前お前まさかそれでコントロール悪くなったもうだからこういうねことがあった、こう甲子園の思い出でそういう思い出で、俺その次かあれでしょ、ほんでいいピッチングしてか、でそれで完封したでしょ、いや2対1だったの、あ2対1か、ね、これまたオチがあって、智弁和歌山よ今日むちゃくちゃ映るの当時から、ね、でその前の練習試合を、夏の予選の前練習試合行った時は1試合目10何対0で0でかなんか負けて、2試合目ももう4回ぐらいで10何点取られたから、もう途中でギブアップして帰っていったんだ俺ら、帰り あの船が間に合いませんのでってもうこんな印象しかないから、もうあ負けやなと思ったけど、その九時商業が終わったりその余韻が残ったまま投げるやん、そしたらすごいボールが走って打てないの向こうも、だけどなんせ5回過ぎぐらいから指がちょっとマメができ始めてくる、これなんでマメできるかって言ったらさ、我々ピッチャーでキャンプ中でもマメができるんだ、しばらく投げてないと、何が言いたいかったら、ずっと指にかかってなかったじゃんボールがその1ヶ月間ぐらい要はずっとチェンジアップ投げとった感じやから指の先っていうよりもこう擦っとった感じやから、久しぶりに1ヶ月ぶりに指にかかったが久慈商業の最後の1位、ね、で智弁和歌山も最初の指かかっとるから結果的に最後指破れたんだけど、ギリギリクリアできたの智弁が、でその後に春日部共栄と試合戦った時はもう完全ダメでさ、あれ春日部共栄が決勝行ったんだよね、決勝行ったよね、あ土井君だよね、で4対0で勝ってたんだよ俺、でもさすがにもう指がもうあかんってね、サード守ってさ、なんか甲子園だから俺の甲子園の印象はだからもう波乱万丈っていうかさもうなんかあってよかったのかなっていうかね甲子園でこのマウンドマンの土取りに行ったのは土井くんが初めてで、どうのこうのとか言って、土井は俺のを見たやろって本当は俺やぞって、もう俺田んぼのような、あそうやな、雨で階段から滝のように流れてきて、ね、これ持って帰るの、とか思って、水じゃんとか、もうでも